三陸道で事故が多発し、リフナカインターチェンジと石巻港インターチェンジの上下線が通行止めとなっています。県内は朝から雨や雪となり、各地の最低気温は古川でマイナス9度、石巻でマイナス 3.3 度などとなっています。この影響でスリップが原因とみられる事故が発生しています。警察や消防によりますと、今日午前10時ごろ、三陸道で車4台が絡む事故が起きたと消防に通報がありました。警察によりますと、三陸道のリフナカインターチェンジから成瀬奥松島インターチェンジの間の上下線で、追突事故や自損事故など十数件ほど発生していて、怪我人もいるということです。この事故の影響で、リフナカインターチェンジから石巻港インターチェンジの上下線が通行止めとなっています。